前はさ、お前が来てから俺は変わった。家に帰るとお前がいて、くだらない会話をしながら飯を食って、一人じゃない部屋で寝る。それだけで家がものすごく居心地のいい場所に感じた。 When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse. 誰かが無理やりサイを連れて行ったんだとしたら、くそ、どこだ、どこにいるんだよサイ。無条件の優しさなんてないと思うんですよ。他人に優しくするのには少なからず理由がいると思う。ドキドキ。本当にそういう優しさを向けてくる人っているよね。なんでこの人はこんなに優しいんだろうなとか考えても、結局わからないんだよね。わからないのに考え出すと止まらなくなってさ、気づいたら夢中になってる。全部やって、それでそれが全部無駄だって分かったとしても得るものはある。